やばいから今。逆に裁判起こしてもやばいんじゃないですか。それで言うと。いや、そんなんしなくていいけど、全然。そんなんしなくていいよ、関係ないから。確かに。ただ俺、そこの問題で俺らはお宅らにお金払ってって言ってるだけだから。いや、払わないと。いや、それだったらね、こっちも。あっ、ありげこれさ、むちゃくちゃっすよ、言ってんの。もう納得したの。はい。いや、納得してないっすね。こいつらは金払わないっすよ。金払わないで、はい。こんなに大ごとにしようとしてんの。えこんな大ごとにしようとしてんの。本気いいね、じゃあ、おめえら金払わない。金払え。おい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 
あ、でもなんかこんな感じだった。それは確かに人数感で言うとバイクがもっとあってね、バイクバーンとあって、あれ岡浩平逃げなかった、逃げなかったっすね。だから向かってたね、なんか頭ゴン。ありがとうございました。気づかなかったでしょ。気づくわね。一緒に稼働しとると思ったもん、工場。ああ確かに確かに、めちゃめちゃね、はい、前撮りでさっき俺たち12時ぐらいに来て、はいはいはい、いろいろ設定して今の演技も全部、はい、いや経験マジじゃないですか。マジ。じゃあだから本当に聞いてください。マジ。ああ怖いっすね。